そうか。貴様らの行っている洗脳計画の障害、それがロックだ。ロックは人を差別化し、競争や争いを起こす人々の本能から生まれたものだ。だから貴様らは手始めにロックを取り上げ、人々を操りやすいようにしたんだろう。アッシュよ、素晴らしい推察だ。まさにその通り、ロックは人の本能だ。そしてその本能ゆえに人は進化する。だが考えてもみたまえ、進化の歴史を、それは合理という名の排他的帰結に過ぎない。そして私は人間の主としての終末を感じてしまった。人間は全ての記憶を封印し、統制の取れた争いのない世界で生きていくべきなのだ。それ以外神のプログラムから逃れる手などない。
そんなものは悪魔にたぶらかされた男のセリフだ。大山、なんて言い草だ。キリヒト、貴様は自分の夢に他人を巻き込もうとしているだけに過ぎない。アシュ、リアリティが欠落した言葉に魂は宿らない。お前のその両の手には何がある。私の手には限りなく広がる無だ、深淵たる闇だ、全てを飲み込む大きな穴だ。そしてそれはロックから生まれた。だから私はロックを破壊し、美しき静寂の楽園を作るのだ。ノーマーロック、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 ノーマーロック。何者だ。アシア、フェロル、一応待って。だがあんまりいい状況じゃなさそうだな。ああ前哨してるんだけど、まあ、思ったより手こずってる。そうか、それはどう。聞け、おっと、誰かと思えば久しぶりだな、ユダ。貴様、何をする。お前には関係ない、どけ。顔すんな、別に大したことじゃない。お前はそっちに専念してくれ、俺はこっちに用がある。用って。ユダ、その制服が秋様の信念なんだろ。だったら俺も自分の信念を通すだけだ。近寄るな。あ、切るぞ。寄せ。ユダ、貴様は全ては信念だという。だがそれは人の領域を犯すほど人間はそんなに割り切った存在じゃない。もしお前にその信念とやらがあるというのなら、今すぐこの場で死んでくれ。だったら俺もお前を認めよう。いいわ、ユダ様。でもそれは今じゃなく、すべてことが終わってからだ。私はそれまで死ねない。お前はその手なのか。だったらこの場で殺してやる。親衛隊長殿にレベルでない。貴様ごときにユナ様を傷つけられてないものか。どこに行くの。あなたの相手はそっちでしょ。話す。本当に見られ。ユダ様。